大西隆氏は、日本の工学者。学位は、工学博士。東京大学名誉教授。長岡技術科学大学工学部助教授。アジア工科大学院助教授。東京大学工学部助教授。東京大学大学院工学系研究科教授。東京大学先端科学技術研究センター教授。日本学術会議会長。慶應義塾大学大学院政策。 メディア研究科特別招聘教授、豊橋技術科学大学学長、一般社団法人国立大学協会、副会長などを歴任した。国土計画、地域開発、都市開発などを手掛ける愛媛県出身の都市工学者である。土木工学、建築学を専攻し、都市計画、地域計画、社会システム工学、安全システムなどを研究してきた。 これまでに、東京大学大学院工学系研究科教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、東日本大震災復興構想会議員、慶応義塾大学大学院政策、メディア研究科特別昌平教授などを歴任し、豊橋技術科学大学学長に就任した。また、日本学術会議会長や、総合科学技術、 イノベーション会議議員なども務めた。また、東京大学名誉教授の称号を持つ。1948年7月16日、愛媛県松山市生まれ、東京大学工学部卒業、大学院修士課程後、大学院博士課程修了。2015年5月7日、内閣総理大臣、安倍晋三、内閣不特命担当大臣、山口俊一に声明を、 首高長岡技術科学大学助手、助教授、アジア工科大学院助教授、東京大学工学部助教授、教授を経て、1996年から国連大学高等研究所教授を兼任。2011年10月日本学術会議会長に就任。2014年4月に坂木義行の公認として、豊橋技術科学大学学長に就任。 研究業績として海外公表の英文プロフィールに学術的著述性以上と公表している。大学の新規事業への参画を積極的に推進している。2015年度には大学の軍事研究を積極的に推進。豊橋技術科学大学では大西の積極的な取り組みにより防衛省が研究費を支給する安全保障技術研究推進制度による 研究費資金を獲得。有毒ガスを吸着するシートの開発に取り組んでいる。また、2016年4月の日本学術会議総会では、大学などの研究者が自営の目的にかなう基礎的な研究開発することは許容されるべきだとする考えを示した。日本都市計画学会、日本テレワーク学会、 2014年2月25日、日本学術会議庁社にて、カナダ王立協会科学アカデミー会長、キース・ヒッペル、会長夫人、シェーラ・ヒッペル、日本学術会議事務局局長、田口和也、地上飯島慎也、参事官、佐藤昭一、東京工業、大学大学院社会理工学研究科教授井野原、竹広、秘書税川里美と2016年4月19日、 総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、安倍晋三、内閣府特命担当大臣、島尻愛子に声明を施行。ありがとうございます。